お。お。ポペイです。かもじゃますです。じいちゃんです。たじみしんちゃんです。今日は多治見に帰ってきました。ありがとうございます。たじみしんちゃんが昔苦手だったことは何ですか。そうだね。しーって言うなら。まあしーって言うなら。あんまないんだけどね。スマッシュの流し、うん、あ難しいね。結構そのスマッシュが、ね、慣れてくると流しの方が打ちやすくて、うん、引っ張りの方が、ね、難しくなっていくんですけど、まだスマッシュを、ね、覚えたての頃っていうのはそうやっぱこうね引っ張る方向の方が慣れてるので力がさうまく伝わらないっていうかっていう子がね多いと思うので、まあ、まずやっぱり流しができるようになってこればまっすぐもクロスもねうまくなるんですけど、いきなり引っ張りから入っちゃうと流しがねこう打つのが難しくなるので、今回はね流しのスマッシュの練習やっていきたいと思います。じゃあ昔のね、あのしんちゃんに教えます今日。教えましょう。教えましょう。それではいきます。レッツゴー。レッツゴー。昔のしんちゃん何やねん。スマッシュの流しのポイントが2つあります。1つ目が、体の向きを打ちたい方向に向けることです。右利きの場合だとやり方を流しの方向に向けてあげます。でこのまま構えてあげてそのままスイング打った後におへそが打ちたい方向に行くようにということを意識します。2つ目が、ボールの張り方なんですけど、ボールに対してラケットが外から中ではなくてイメージとして内側から中に巻き込んで打ってあげるっていうのを意識してやってみるとうまくいくと思うので一度やってみてください。おお、ありがとうございました。ありがとうございました。確かに流しのスマッシュね難しい、うん、まあ、今回風があったのもあるんですけど、まあ、やっぱりねこう引っ張りに、ね、慣れてしまってるとやっぱ流そうと思った時に引っ張りの流しになっちゃう。こうやってわかる、外側を叩いてこういう風になっちゃうんで、まあ、だからねこの今回はボールの内側を叩く、しんちゃんもさっき言ってくれたんですけどボールの内側を叩いて流すっていうね練習をやりました。やっぱり流しが打てると引っ張りも打てるようになるんで、そうだね、初めはやっぱ流しから練習した方がいいかなと思います。その通り。なるほど、引っ張りからじゃなくて流しからね。そう、流しから、みんな引っ張りから練習しがちなんだけど、やっぱ流しから身につけておいた方が伸びしろはあります。おお、伸びしろしかないです。なるほど。はい、じゃあこの動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますます。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。もう流れが分からなくなっちゃった。